もう結構高校生の頃からなんか音関係のなんか研究したいなってずっと思ってたので、うんうん、それ物理なんですね。そうなんです。へえ、うん、なんかどの分野かいまいちちょっと理系じゃないんでちょっと分からないけど武田塾チャンネル。いやみんなも学年が変わってね。そうですね、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、はい、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね答えるこの番組は受験相談 SOS。 藤原先生、はい、今回の質問なんですけど、はい、なんで文系に行かなかったんですか？おお、なんで理系に行ったんですか？いやもう社会と国語嫌いすぎて。おお、やっぱ科目的なこう好き嫌いで。いやもうすごかったです。でなんか将来こうやりたいものがあって理系とかじゃなくて消去法って感じですか、どっちかっていうと。あ、でももう結構高校生の頃からなんか音関係のなんか研究したいなってずっと思ってたので。おお、あ、物理って言っても音関係なんですか？そうなんです。なんか具体的にどんな勉強してたかって教えてもらってもいいですか？あ、大学時代ですか？そうですね、なんか私の専門としてたのが音声情報処理と呼ばれる分野で、なんか例えば今だと Siri さんとかで音声認識とかがあるじゃないですか。あの中のモデルをどう作ろうとか、そうですね、なんかこう障害を持った方に向けてのなんかこう音声を使ったシステムを作ろうとか、そういうような感じを勉強してます。それ物理なんですね。そうなんです。へー、なんかどの分野かいまいちちょっと理系じゃないんでちょっとわからないけど物理の範疇に相当するものなんですね。じゃあ結構なんかその辺をこうその道に進もうって思ったのはなんかきっかけとかあるんですか？単純に物理が好きだったからそっち選んだのか、なんか大学とかで見学してそっちに進んだみたいなのがあったのか。そうですね、なんかこうオープンキャンパスみたいなのに行ってみて、なんかその時になんか特別授業みたいなのがあったんですよ。はい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 。でなんかそれを聞いた時に、あ、こんな楽しいことを勉強できるんだみたいな感動して、そこからですかね。その前から物理系に進もうとは思ったんですか？いや、なんか漠然と理系に行きたいとしか思ってなかったです。それいつぐらいですか、高校生の？高1ぐらいですね。あ、でもじゃあ1年生の時点から見学行ったんですね。早いですね。そうですね。そうなんだ、じゃあもう単純に、まあ、あとはもう純粋に科目的な意味でももともと理系だろうって思ってて、その理系をどこにするかっていうのを大学1年生の時に決めたみたいな感じで、はい、で結果的にそのままその道進めたと。そうですね、いう感じなんですね。わかりました。あ、ちなみに自分は適当に決めました、割と。あの受かりやすそうなところを受けた感じだったんで、はい、すごい。なんか、まあ、割と文系はそういうところあるんじゃないかなって、興味関心よりも受かりやすさを選ぶことは結構多いんじゃないかなって気はするんですけど、まあでもそれをやるとですね、いざ大学入ってから思ったのと違うって可能性があるので、まあ、気をつけましょうということですね。やりたいことを探して大学行く方がいいと思いますよ、はい、偏差値高い大学とかね、私立大学行くのももちろんあの選択肢の一つではあるんですけど、それがやりたいことと重なっているとなおいいと思いますのでね、特に理系はね、そうですね、4年間割と専門的なことになるんで合わないと結構あの悲しいことになるので、ぜひね大学のオープンキャンパスを行って、はい、選んでもらえればと思います。はい、今回は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は森の武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。